リミット解除は俺に任せろ、リュウです。さあ本日なんですが、帰ってまいりました、クーブランド激種ドンパさん。おかえりなさいおかえりなさいドンパさん。ずーっと放置されてましたからね、ドンパさんね。私以前ですね、リミット解除しろっていう動画を出したら皆さんご存知でしょうか。もういよいよリミット解除しろっていう動画を出しまして、ドンパさんとあと偵察者さん、悪魔の偵察者さんが解除になりましてですね、多分ね小波さん動画見てくれてますね、これね。はい、はっきり言って、はい、リミット解除してほしいカードがあったら言ってください私動画にしますんででそれがダットだと判断した場合は私も動画にして、コナミさんに訴えかけていこうかなと、思っておりましたので、ぜひね皆さんもご意見頂戴しております。で今日はですね、まあちょっとまだなんですけれども、12月の15日だっけにリミットが施行されまして、なんとねこいつがリミット解除になりますんで、全くこのリミット2がかかんなくなるんですよ。なのでなんとですね、局所的ハリケーンがね入れられるんですよ。やりました、挨拶実装、実装じゃねえや、挨拶解禁。クーガランデッキって昔皆さん2017年どういうデッキだったかご存知ですか。2017年のリンクス流行大賞、局所ビートドンパダイナグッドグッドグッドというね言葉ご存知でしょうか。これがなんとね2020年になって復活したんですよ。やったぜ、それやるしかないでしょ、やるしかないでしょ。まあ、はっきり言いまして、インフレが、環境のインフレが進みすぎてましてですね、全然太刀打ちできない、クーガランクーガラン全然太刀打ちできない、正直。ビートゲーだし、そしてビートしょてないとめっちゃ弱いみたいな感じなんですよ。なんで正直環境に戻れるかとか言われると絶対戻れないんですけども、ただドンパ帰ってきてくれたことによって、まあ、そこそこ面白いムーブはできるようになったんでね、除去が、飛ばせるようになったから、なので、まあ、その辺の、ね、動きを、ね、見せていきたいなというふうに思っております。早速ね、2017年のあの頃の俺たちに戻ってリンクスおじいちゃんホイホイデッキ回していきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、海馬社長、まずはコインで赤取ったので、成功。あ、ハンドは結構強いハンド結構強い。挨拶引きで、挨拶引いたらマジで2017年度流行大賞みたいな動きしてできる。対抗者ショッケー、セットオッケーで、青き目の剣士召喚オッケーで、エンドフェイズ、あ、剣士でサーチない。太鼓めっちゃいてる、もしかして太鼓めっちゃ引いてるやつか。はい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 、で正眼オッケーです。でドロー、これ分からせます。はい、コズミックサイクロン、小挨拶おざすぐらいの挨拶で、ビート召喚、ビート効果、ドンパ召喚、ビート効果で、ダイナ持ってくれ、で鶴のたけし持ってきた、ドドンパ効果、ダイナ特殊召喚、ダイナ効果、ドンパ効果、ドンパで相手のモンスターを破壊して、ダイナの効果で破壊したモンスターもろとも全てゲームから除外していく。いけバトル、コズビートドンパダイナ対戦、ありがとうございました。グッド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 。そばひろだ、ゆうま選手よろしくお願いします。デルさん、バイ。てかそういえばなんですけど、そろそろ息子が生まれるんですよ。2人目の子供が生まれるんですけど、名前どうしようかなと思って、息子の名前めっちゃ迷ってんですよね。どうしようかな、まあ、遊戯とかはちょっとさすがにキラキラ眠すぎるけど、なんか優勢とかだったら、優勢とかユーマとかだったらギリギリありじゃん、名前として。優勢ってなんかすげえかっこいいと思うんだよね。どう思う、優勢。俺優勢かっこいいと思うんだよな。さすがにジャックとかをつけることはできないから、まあ、鉄とかね、あとね、牛尾さんからもらって鉄とかはね、あると思うんですけど、ないか、ないわ、鉄はないわ優勢かっこいいと思うんだよな、結構俺優勢好きだし、宮下さんも好きだし、宮下さんも優也だし、なんかねちょっとね迷ってます。どうしたでしょうか。マリクにするって言ってあるけど、ビートあるから、取れねえか。リコンな、これリコンじゃないんだよな、これがな、ドンパだったらな、
まあ今ねドンパ3積みしてるんですけどね。でビートの効果でリコンを特殊召喚、そしてリコンのあじゃあビートの効果を発動。ビートの効果によって、まあダイナかダイナですね。でダイナ持ってきてで、リコンの効果発動。いやーこれドンパだったらな、ドンパだったらめっちゃ強かったのに。でダイナの効果、これでバトルフェーズ入ってでぶん殴って、突破できないのか2000は2000突破できないんか。まあ、いいや、セットバトルフェーズ移行をすればいいか。ブルーディー出すよりも毒球あるしな、毒球あるからとりあえず、バトルフェーズ入って2000殴ってで1400残し、あの残してもいいか。はい、いいです、これでいいです。まあ、メルサ1体だったらね別に何もできないんで基本的には。さあどうする、妨害構えなんだと弱いな。あーいいだろう、あー捨ててサーチ、送って、まあハンドは使わせてもいいか、別にハンドは使わせてもいいや。でハンド何それ、あウィールダーか。ウィールダーはさすがにブラックローズが飛んできたらマジでやばいことになるし、7シンクロ結構面倒くさそうなんで、ドキューは打つしかない。ドキューを打ってリコンペッてやって、でチューナーペッてやって、はい、で34これ何もできないでしょ、これ何もできない。で1400で突破もできない、ダイナしか見えないから。出ましたダイナロック、ダイナロック懐かしいね、ダイナロック懐かしいわ。出た、ビート効果、いやドンパ遅いな、ドンパ遅かったな。まあ、いや、で、ビート効果で、で、ビート効果で、これ、回収できるか、シールの方がいいか、シール持ってきといて、で、大団長を出して、大団長を出して、パクってぶん殴って、殴ってシール召喚してでいいか。そうだね。スキル発動しましょう。スキル発動、さあ、答えてくれ、俺の敵。最強のクーガダンモンスター、クーガダンの大団長、クーガダンの大団長ブルーディーを特殊召喚、カモン最強のクーガダンモンスター来た。で、ダテイクスの2600来た、強いバトル。いやまあこれ時間モンスター効果つけなかったら結構辛いっしょ。はい出しろ、手札1枚で何ができる、手札1枚で何ができる、さあどうする、メルサ召喚、バカめ、フィールド上の効果モンスターの効果無効化されている、最強だ、強すぎる、デュエルメッシュ、オーケーいいだろう、よし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 、モンスター来い、バカだね、カード1枚セット、バトルフェイズだ、うれうれ強すぎる、なんという強さだ、さあどうする、うえー大団長強っ。さあお相手の方、アンデルセンの少女、よろしくお願いします。デュエル3倍、あーまあビート入りできないの弱いんだよな。結局空火弾ってあの当時なんであんなに強かったんだろうね。でも環境のインフレって怖えな。出た、リミット解除ルームとは言ったが、君も仲間か、君も仲間だな、さては君も仲間だ、出た、最強じゃねえかお前のムーブも、まあ、ビートで入ってないからあんまり強くないか、別にでもそんな最強というほど強くないか。昔はねあのモンスター効果での除去が結構なかったんで、このウィズがまあ強かったんですよね。ブラーボー量のボンサバドウチャンネル来た。でドンパ召喚、オッケー、なんもねえなあいつ、甘えだな、甘えてんなあいつ、なんもねえぞあのセカード。ブラーボ特殊召喚、そしてドンパの効果を発動。さあお前のウィズはぶち殺すで。お、なんだこれ、やっべえカード入ってる、やっべえカード入ってるって、それはやべえ、それはやばい、
それはやばいって、それはやばすぎ、それはやばすぎる。あのね、でも言ってたでしょ、昔ケドランが流行ってた時に、あのアレッサン、あのアレチャンピオンが2018年度だっけのチャンピオンが言ってたんですよ、あの冬型のデッキにダブルマジックアームワインド入れとくですと、あのなんでかっていうとエネコン2回分だからですって言ってたんだよ。確かに強すぎるわこれ、ミラー戦マジってやっば、やっばこのデッキ強すぎて笑った。対戦ありがとうございました。